チキラッドメイトジュンです。今回はこちらレジェンドリーグなんですけど、攻めではなくてね、防衛を見ていこうかなと思ってて、理由がありまして、この2番目の人ですね。2番目の人が、今1位かな、ちゃんと。よかったよかった。1位ですね。未だ1位というわけで、今、レジェンドリーググローバル1位の人にね、攻められたので、まあこれはいいぞというところで、防衛をね、動画にしていこうと思うんですが、これ見てください。その上。上の人全く同じ人です、中身。はい。で、この2本と、まあステファニーなんですけど、これ、天才ラバルじゃないんですよ、この人たち。今の段階で、今の状況で天才ラバルじゃなくて、普通の純正のスーサイドラバルやってるんですよ。これかなり珍しいですよね。で、ステファニーもこの編成でずっと回してて、僕も攻められることがすんごい多くあるんですけど、まあ、今回はこの純正ラバルを3つ見つつ、まあ、さすがにね、3本ではどうかと思うので、自分の動画が、どれか適当に、自分のアタックの方からもね、動画を作ってやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。1本目はこの1位の方の1位のアタックになってます。まあ連続でね、同じ時間で、だいたい何分ぐらいかな、そんなに時間空かずに来たので、全く同じタイミングでブーストして、たまたま僕の配置をにやかで引いたって形だと思います。まあ1回目に攻めた時と2回目に攻めた時で何か修正があるのかっていうのも見ていきたいところですね。まあ6時奥引いた、あ、じゃない、いや、スーサイドで入れていきました。この人たちの特徴として、ステファニーもそうなんだけど、スーパーオールブレイカー2体持ってきてますね。で、スケルトンは結構ヒーローパートで使うことが多いです。今回はスケルトン2枚を使って、両ヒーローの処理を狙ってると思われます。で、ストライカーも完全にここで使ってしまって、もうヒーローはここで処理しきるというところが狙いだと思いますね。はい。で、これ多分ステファニーも同じなんだけど、ボーラー入れてるんですよね。ボーラーはなんかサイドカット用だったり、まあ範囲ダメージとして援軍クラッシュしてくれたりもするので、その辺の意味合いがあるのかなと思ってます。まあ、天才視点にもないのにもかかわらず、かなりの仕事量をやってくれてますね。これはかなり美味しい。アイゴレとか積んでるわけでもないしね。非常に大きいアドバンテージを取っていると言ってもいいんじゃないでしょうか。まあさすがに援軍は処理しきれず、まあベビーを持ってきてるので、そちらをポイズンと合わせて処理していくような形になると思います。まあ、ステファニー系だったり、この人もね、何回も、もうすでに、今シーズンだけでもかなり攻められてます。まあ、大体みんな同じ攻めをしてくるので、まあ、中身同じなんだろうなと思ってます。まあ、中身としてるけどね。ステファニーも。まあ、こんな感じで、残ったボマー、投石機に対してボマーを当てつつ、タウンホール側からラバル。この配置はね、タウン逆から行っちゃうとどうしてもバルーンが寄りつかずに、で、タウンホール側から行くのが正解の配置なので、まあこういう形かな。タウンホールをスーサイドで取らないパターンだったら、こうやってタウンホール側から行くと前回取ることが大きいです。多分僕はもうこの配置は使わないかな、さすがに。動画出してることに、頃には多分違う配置になってると思います。結構前の3位ぐらいの人が使ってた配置を、そのままパクって、まあ、よく攻められる配置に対して罠を振り分けたって感じなんだけど、ラバルがね、やっぱいかんせん守れる気がしないんで、まぁ、ちょっとラバル忘れてますね。まぁ、その分ラバルで大量に全開を取られちゃって、1日に何回スーサイドラバルの人が攻めてくるかどうかっていうゲームにはなってるんだけど、まぁ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 。まぁ、しょうがないよね。まぁ、純正ラバルなんだよ。やっぱり呪文が潤沢にありますね。たくさん呪文があって、綺麗に全開を取ってって、これが1本目のアタックですね。続けて2本目。まあ、多分同じようなアタックをしてくると思うんだけど、どういう感じで前回になっていったのか、アタックを見ていきましょう。さあ、続けて2本目。一番上の方ですね。見ていきましょう。まあ、編成は全く同じなので、多分同じようには来ると思うんだけど、まあ、下側準備しておきましょうか。あ、やっぱそうですね。下側から来ましたね。多分この、もう早い早い。やり方知ってるって言ってますね、この人。うん。今日が初めてじゃないしね、この人に惹かれんの。このね、月量的、ムーンさんって感じ。今、記号が、見えてないかな。ムーンさんっていう人らしいんだけど、まあ、来シーズンダンスに入るらしいですね。5人メンバーとして。ダンスのプランですね。ニチャングダンスの人なんですけど、まあ、レジェンドリーグ、長らく上位のスーサイドラバル担当の人ですね。最近 5V5 だったり 10V10 の方でもメンバー入りしてて、来シーズンから 5V5 の方の正式メンバーになるというような情報が入ってきました。今シーズンはいないというところでありがたいところ。さっきほど同様、まあ、援軍がちょびつつ連れて、両ヒーローで捕まりつつも処理をしていくと。まあ、ポイズンはこの段階ではかけていかないですね。まあ、クロークで処理できるならポイズンは撃っていく形できなそうなので、今回はポイズンを温存して、待っていたベビードラで援軍処理をするという形ですね。なので、この人のやり方としては、ベビードラゴンはサイドカット用のユニットではなくて、援軍処理用のユニットとして使ってますね。
さあ、ポイズンをかけつつ、もう一回アーチャーで真ん中寄せて、バルーンをかけて、まあ、ビビは使わなそうですかね、これは。いい必要がなさそう。はい、援軍処理ができたので、先ほど同様、まあ、若干ボマーの角度は変わってますが、ボマーで投石機を見るようなケアをしつつ、まあ、ラバルに関しては全く同じですね。全く同じ攻めをされておるというところ。全く同じような解説になってしまうので、この辺は説明は省きますが、ちなみにこのトルネードはタウントツでやってくるイエティの人がここかなり多いです。初手タウントツをやって、流れでバンって来る人が多かったので、ここ置いてみました。あとね、右から来るイエティバットの人もいるんですよ。それヤンキーだろっていう角度で投げてくるイエティバットの人がいて、あいつもめちゃくちゃ強いんだよな。この人もね、結構回してるから害悪なんだよな。レジェンドリーグ最近、その編成やるみたいな害悪の編成増えてますよね。ドラグバとかやってくる人結構いるんだよね。今の環境合ってんのかな？はい、というわけでね、先ほどよりもちょっと余力がある前回にはなった気がしますね、気持ち。めちゃめちゃ強い。二人とも6000超えててって感じで、次、ステファニー見ていきましょうか。やっぱね、レジェンドリーグスーサイドラバルの、でのアタックが相手側多いですね。うん。天才ラバルも多いし、こうやって純正のラバルもね、上位地味に多くて、ステファニー系とこのムーンさんがね、純正のラバルをやってるんで、そのアタックがかなり多いですね。で、ステファニーはね、ここ入れるんだよね、いつも。どの赤でもこれやってくるから。ラバルのステファニーは全く同じ攻め方をこれに対してやってきますね。でもね、たまにこけてんだよね。だから多分ムーンさんのやり方の方が安定はするんだと思う。で、ポイズンは先駆けで打ってますね、この人は。まあ、多分これね、ロイちゃんの処理してないのと、スケルトンがもう1枚しかない状況で、援軍にもフリーズを使ってるってところが、まあ、おそらくムーンさんよりも呪文を使いすぎていて、なおかつイーグル砲も取れてないでしょ、これは。まあ、投石機を逆に言うと折れてるけどね。で、ロイちゃんの処理もできてないっていうところで、その辺を考えると、もしかしたらムーンさんのスーサイドパートの方が、この配置には合ってるのかなと思います。結果的にはでも結構削れたね、これも。相当削れてる。天才ラバルと同じぐらい削れてる。俺多分5-1の天才ラバル、これ、こんなもんなんだけど、削れんの。ここライトニングってこの辺突っ込んでっていう、全く同じようなことをしてるんだけど、天才ラバルと同じぐらいの削りを、純正ラバルでされたら、そりゃ取れるよねって話だよね。あー、これはでもすごいね。確かに。このスーサイドができんなら確かに天才ラバル、天才なんかいらないわってなるかもね。で、タウン起動しないんで、今スケルトンでタウン起動しましたね。もうスケルトンをロイちゃんに当てるつもりはないようです。まあ、一応ストライカー1体とボマーがあるので、ここから裏に対してボマー、確かにこの配置はね、ここのボマーが強いんですよ。迫撃からのボマーで投石機のタゲを取り続けて、なおかつ、破壊まで目論んでると。で、テスラが真ん中残ってしまったっていうのを見て、裏からテスラを追加で、違う、バルーンを追加で出してますね。テスラを追加で出せたら最強です。さあ、ロイちゃんの処理は、ストライカーとボマーから出てきたドラゴンで行って、なんとか処理。まあ、真ん中テスラでちょっと下ってはいるものの、これで全開ですね。はい。これどうしようかな。この配置特集みたいな感じで別の戦術で全開、なんかいい人が取ってたら、それを紹介しようかな。ちょっと防衛のログあんま見てないんだけど。いやー、強いねー。強い強い。ああ、強い強い強い。イエティバットのね、100位ぐらいの人が前回取ってたんで、これを見ていこうかな、次じゃあ。イエティバットなんだよ。いる？イエティバット今の環境でやる人がいるんだよね。強いんだよな、それがまた。よくそんな編成でやるなと。もうね、これ、笑いよ、多分みんな。俺笑った、笑ったもん、これ、ほら。これ見て一瞬で罠変えました。いや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 って。こんな早くバルーン一体だけ出しとくことあると思って。いやいやいや、それ罠知ってるでしょ、もう。タウントッツ先にやるならわかるけど、こんなバルーンだけ出しとくことある。タウントッツの前出さない、普通。あー、他のバルーン全部もう出しちゃうのね、ここで。これなんでね、もうここまで届かないような設計にしました、僕は。まあ、配置変えるけどね、もう。で、トーム撃っちゃうんだ、もう。
なるほどね。で、あとでタウンに表から投げるんだ。ウォールブレーカーじゃない、いや、突撃感を。いやー、ヤンキーだな。でも、ウォールブレーカーまだ2体あるっていうね。すごいね。で、まあ、ポイズンを打ちつつ、イエティたちはこちらへ進んでいくと。さあ、タウン突がどうやら決まってしまい、壊されていくと。で、なんかもうめちゃくちゃや。シングルまで終わっちゃった。で、レイジそっち打つんだね。まあ、そうか。結構本体に打ちたいような気もするんだけど。さあ、残りはコウモリタイムです。もうめっちゃくちゃだけどね、こんなんコウモリの面とかも。とりあえず、リズトに固める感じで、まあ、いい感じになんかいろいろ散らばって、ウィズドフィニッシュで、さあやってきなさいと。まあ、ザ・レジェンドみたいなアタックですね。レジェンド級のアタック。レジェンドっぽいわ、めちゃくちゃこれ。すごいよね、無理くり。どんな配置にも無理くりエティバットを刺していく職人のような技ですね。やりやすいのかな、どうなんだろう。ちょっとわかんないな、やんないから。まあ、これはね、タウントッツを決められた方が悪いというところで。まあ、最後にね、この人、6194って書いてあるんだけど、この、ムーンさんですね、16位。この、僕を最初に攻めてきた人に対して、僕も全開を取ってるので、まあ、そのリプレイを最後に見て終わりにしようかなと思います。はい、じゃあラスト見ていきましょう。これで終わりにしようかなと思います。ライトニング6発プラスのクエイクのポイズン持ってってる、いつもの僕の天才ラバルですね。以前動画で紹介してるので、気になる方はぜひ見てみてください。まあ、最近だとね、ジョーカーさんとかも動画にしてくれてて、この編成かなり強いと思います、僕は。強いと思ってます。今の環境ね、結構スーパーガーゴイルが多かったんだけど、上位層、特にね、この、ムーンさんだったり、あとダンス系の人だったり、ステファニーも結構ラバ増えてるかな、防衛。最近防衛ラバがすんげー増えてるんですよ、レジェンド。なんで逆にね、この、ポイズンクエイ、ライトニングが、ね、あんまり刺さりづらくはなってしまってるんだけど、ラバの村めっちゃ多いよ、今。めっちゃ多くてすんごい鬱陶しいです。もう、スーパーガゴイル前提でね、タウン突っ込んだりすると、ラバが出てきて、あー、おぎゃーってなるんで、いいんだよね。まあ、それもあって、まあ、確実にね、援軍処理をするために、援軍釣りも兼ねて、ロイヤルチャンピオンのね、仕事量として本当に一区画削っただけなんだけど、まあ、これは、これで良かったのかなと。まあ、火力の高いところで、ラバと捕まるよりは良かったのかなと思ってます。まあ、こんな感じで突っ込んじゃって、タウン起動してんのに、クイーンだけは援軍ラバに捕まってってタイミングだったら最悪ですよね、最悪。まあ、それも想定してちょっともったいないけど、ロイちゃんで援軍処理して、確実にやっていきました。で、ラバルなんだけどね、これはあんま良くない、良くなかったかな。2体目もシングルに投げられるように、ね、赤枠が怖かったんで、この辺出したんだけど、バルーン1体だけ出せばよかったし、まあ、ラバー割れちゃうんですよね、これ。もうちょい前に出てくれって僕は祈りながらやってたんですけど、というのも、ラバーとストライカー両方にかかると思う打ちたかったんだけど、まあ、どうに、ちょっとラバにはかかんなかったですね。ラバにトームかけるのが本当に強いので、今の時代。まあ、それを考えると、後追いで、こっちから出すんではなくて、後追いでもう一体ラバを出しつつ、ストライカーとラバにかかるようなトームを打ってあげるのが正解だったなと思いました。で、このシングル IT の前にはバルーン一体を出してから、本命バルーンを後で刺していけば同じことだったのかなと。で、サンジがちょっと適当に、もうちょいこっちに残せば、最終的にね、ちょっと対空砲になかなか向かいづらい形にはなってたんだけど、まあ、バルーンのそもそものね、物量が足りていたので、前回まで繋がっていくという形でした。まあ、やっぱターンを残すような素材としては、こういうトレーニングもかかりず、安くなっちゃうからね。まあ、これは結構改善するところが多いソラパートだなと、個人的には思ってたので、それで全開取れるので、まあ、おそらく同じやり方をもっと、どんどんうまくできると思うんで、もっと余裕に全開取ることができると思います。改善点がかなり多かったと思うので、まあ、ね、ぜひ、この配置、13位の人が使ってるんで、もしかしたら今後流行るかもしれないしね。まあ、僕が ESL の決勝戦で使った、インチ戦で決勝で使った配置を改良したような感じだと思います。あれ、作ったのは額なんだけどね。ESL で出た配置を改良して使ってるっていうことも結構、レジェンドリーグでは見るので、
取り方を覚えていくといいかもしれません。はい、というわけでね、今回はこうレジェンドリーググローバル1のねアタックを見ていきました。見てください、これ36分からの17分というわけで、間は20分ぐらいですかね。20分攻めてる時間が3分ちょいあるんで、まあだいたい15分ぐらいで一発ずつ攻められたって形になります。15分ぐらいだと何赤ぐらいだろうね、3赤ぐらい回してちょうどいいって感じなのかな。まあなかなかね、日本人ではないためリプレイを見ること自体難しいし、今純正のラバルをねリプレイを見ることって多分レジェンドリーグの防衛ぐらいでしか見れないと思うので、すごくいい機会にはなったかなと思ってます。まあ純正のスーサイドラバルってね、理論上最強なんで、 PS があれば天才ラバルよりもね、まあ本当に全開を取ることができれば強い戦術ではあると思うので、使いこなせれば強い、そんな戦術になっております。というわけでね、今回はこちら、レジェンドリーググローバル1位のアタックでした。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。